日本で活動営業活動してる上で、優先されるのは日本の法律ってことですか？僕と僕で通話をしてます。マルチ商法のオフィスですよ。こちらです。ドノバの人、ノバの人、レッツショータイム。はい、どうも、新宿109のケンゾーとユキと川田です。本日はですね、新宿にいるんですけど、今日の企画はノバアフィリエイトの勧誘現場に突撃してみたー。じゃあイエーイ。ということで今日はノバアフィリエイトなので相原さんがいないんですけど、今日はですね、僕らだけでもちゃんと突撃できるんだよというところをね、視聴者の皆さんにも披露したいと思います。で今日はですね、協力者の方がいるんですけど、勧誘現場に行ってもらってですね、 ABC という勧誘携帯でですね、勧誘されるんですけど、録音とですね、もう一つ携帯を渡してですね、僕らと協力者の方で通話をします。相手の勧誘の内容とかも全部盗聴して、それを全部録音して警察に突き出したいと思います。でですね、ノバアフィリエイトのちょっと簡単な説明をするんですけど、ノバアフィリエイト何を売ってるマルチ商法のグループかというとですね、オンラインカジノのですね、商材を販売してます。僕も以前の動画2個ぐらいノバの上げてるんですけど、営業書面、契約書面の紙ベースの交付がないとか、誤代広告とか、いろいろ特商法に違反してるところがあるので、そこをちょっと警察に突き出したいと思います。それでは行ってみましょう。レッツショータイム。さっき声かけてもらったんですね。初めて声かけてもらいました。なんかめちゃくちゃ怖い人が話しかけてきたなと思ったら、 DJ をやってる方みたいで、ちょっと許可を取って概要欄か、もしくはこの動画内に載せておきます。めちゃくちゃいい人でした。見てくれてたら嬉しいんですけど、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。そんなことあります？まあなくはない。なくはないと思います。いた、蜂あった、蜂あった、蜂あった、ちっちゃいな。じゃあそのまま行きましょうか。この前ちょっと冬不用意で、ルノアールの場所で相手の組織と鉢合っちゃったんで、店の中は入れないです。店の中は入れないですね。ちょっと近すぎるかな。入ってった、入ってった。絶対ルノアールやん。今ですね、僕のインターネットがつながるスマホを協力者の方に渡してツアーをつなげます。これ僕のもう一つの LINE アカウントなんですけど、それを協力者の方に渡して、今僕と僕でツアーをしてます。今ですね、ノバアフィリエイトの新宿オフィスに来てます。オフィスって実際どんな風なオフィスなのって多分皆さん気になってると思いますよね。マルチ商法のオフィスですよ。こちらです。ドーン。こちらがノバアフィリエイトのオフィスになってます。ちょっと待って、ね、もしかしたら違うかもしれない今この建物の4階で協力者の方に勧誘してもらってます。でどんな話をしてるかっていうのは通話でバッチリ聞こえてます。はい、今通話してるんですけど、これ今あそこの4階で話してる内容です。で話聞いてもらったら分かると思うんですけど、マルチ商法のことアフィリエイトって嘘ついてる。今日はですね ABC 形式って言ったじゃないですか。で B さんが女の人、A さんがですね男の人らしいです。実際今話してる人が男の人なんですけど、その人がまあ今日の偉いさんって言ったらまあ分かりやすいですかね。特定商法取引法っていうのがありまして、公衆の出入りのないところでマルチ商法の勧誘をすることは禁止されてるんですね。で実際見てください、あれ公衆の出入りのない場所、もう本当にマンションの一室なんですよ。ってことはもうそれ自体禁止されてるのに、やってるってことはまあ違法ですよね。これをですね実際にこの後警察に提出していきたいと思います。とりあえず電話してほしいですね。あと警察から被害届け出してほしいです。で消費者センター、自分の住んでノバの人、ノバの人ですか？実際今日ちょっと録音してもらって潜入させてもらった人です。今日の実際に潜入してもらったんですよ、一人、でちょっと聞きたいことがあるんですよ。一つがマルチ商法やってますよね、
割り手商法ではないですか、アフィリエイトだと。あの連鎖販売取引に該当してるって前提で話すんですけど、うん、契約書面とか有書面の交付って何なんですか。契約書面ってですね、あの連鎖販売取引の契約書面と概要書面の交付が必要なんですね。概要って何ですか。契約書面と概要書面の紙ベースの交付が必要なんですね。ああ、はいはい、僕も一回ノバに潜入したことあるんですよ。ああ、それ財務局とかで金融庁に全部問い合わせた上で聞くんですけど、ああ、それって何でなんですか。いや、そもそも僕ら会員なんで、はいはい、なんでないとか僕らに聞かれても分かんないんですけど、そもそも連鎖販売取引とアフィリエイトは全く別のものであって、ああ、もちろんアフィリエイトってそもそも法律がないんですよ。アフィリエイトは法律ないんですよ、はいはい、だからそのマルチ商法と似てるって捉えるのはまあ確かに思われる方多いと思うんですけど、はい、似てるだけで別に一緒ではないから、それが別にアフィリエイトにないとかあるとかいうのはまあなくていいものです。その連鎖販売取引と仮定して話すならそうかもしれないんですけど、はいはい、僕らやってるのはアフィリエイトなんで、はいはい、って話したらなくて当たり前かなっていう答えしかできないんですよ。実際被害者も多いってことが事実で、はい、22万8000円しか買われないのはもちろん言ってると思うんですけど、実際やってるのはあのポジション3つ作って、はいはい、それ以上にお金かけてるって実際あると思うんですよ、はいはい、あ、それ最初は22万8000円で、はい、そのポジションに関しては提案をして、はい、やりたいっていう人がやるやつで、もちろん22万8000円かかるんですね。あ、やりたい人はですか、はい、アコム実際行かせてるっていう話をもちろん被害者の方も聞いてるし、無理やりもう今日一緒にアコムについていってやらせてるっていうのを聞いてるんですか。それはないっすね。あの僕らもそういうの言われてて、はい、あのアコムとかそういうのって建物の前とかまでまず行っちゃダメじゃないですか、法律で、はいはい、あの何ていうんですか、そこは法律で道の反対側とか道の反対側とかだったりとか、はい、そういうのを知識がない人がいるかどうかは、はい、全員一緒の知識でやってるかどうかは言うことはできないですけど、はいはい、いろんな会員さんがいますし、はい、僕も会ったことない会員さんもいるので、あ、そこに関しては全員が共通の意識を保ててるのかわかんないですけど、はい、そもそもビジネスって自分がお金を用意して始めるものじゃないですか、はいはい、だからまず最初に貯金でやるか、はい、カードでやるか、はい、いうのを選べますよって話をした上で、じゃあカードでやりますって言った上で、はい、あ、だったらその早く始めるメリットだったりとか、はい、そういうところでみんな作ってますよって話をした上で、はい、合意の上でしか多分言ってないですね。無理やり連れて行ってるっていうのは多分自分が怖くなってからの、はい、その言い訳とか、はい、価値観とかのだけで、はい、渋々言ってみたいな、はい、それをそういう感じで言われてるのかもしれないですね。でもその困惑させるようなその発言だったりその言動っていうのがあると、それ自体で、まあ、連鎖販売取引には引っかかってるんですね、まあ、連鎖販売取引に引っかからないアフィリエイトをしてるっていうのも言い分としては分かるんですけど、保守の出入りのないところで勧誘するのって結構あの禁止行為として、報酬のない報酬の出入りがないでしょ。例えば今日マンションの密室でやってるじゃないですか、はい、で僕で一回渋谷のオフィスに加入されたんですね。ワンルームとか多分ご存知かもしれないですけど、渋谷の多分そこは僕は分かんないですけど、あ、ポジション的にはどれぐらいなんですか。なんかランクとか多分あると思う。あ、ランクとかは一応ありますっていうかタイトル、はいはい、それは自分の頑張りによって取るものです。じゃあカメラの報酬の出入りがね、あ、例えばカフェとかだったら報酬の出入り、他の人の出入りもあるんで、それで連鎖販売取引っていう過程でまた話されてる。そうですね。だからその過程で話されたらそれは分かんないですけど、はい、まずそれじゃないから違うよって言ったり、そのなんかそのオフィスの中、はい、自身に勧誘してるわけじゃなくて、はい、ただ話聞きたいってなった人が、はい、説明会やる場所をただ個人的に、はい、僕がじゃないですか、はい、個人的に出してくれてる人が借りてくれてる場所でちゃんと説明会とか行っているよって。誰が話してるんですか。井上さんってこと。井上、はい、なんて井上なんて井上武さんって方がトップというか、その人が出してくれてるってことです。じゃああくまでも連鎖販売取引みたいになってて。そうですね、アフィリエイト多分なんですかね、細かく、まあ、そういうのを探っていかないとわからないと思うんですよ、はい、細かく全部がどうこうっていうのは僕もぶっちゃけ知らないんですけど。知らないでやってます。でもアフィリエイトと連鎖販売取引が違うのぐらいは知ってます。あなたたち、まあ、ノバアフィリエイトの、はいはい、立場から言うとアフィリエイトだけど、連鎖販売取引じゃないってことは法的には証明できてないですよ。じゃあまずアフィリエイトって法律がないんです、はい、法的に証明するっていうのは法律がないんです、はい、まあ、アフィリエイト自体はないと思うんですけど、それを細かく電子商取引とかいろいろ細かく分けないんですね。ビジネスやってたら何かの法律が引っかかるわけなんですよ、まあ、そんなアフィリエイトだけ法律引っかかりませんとかそういうのないんです。じゃあでもやってること一緒ですよ、芸能人と。例えば芸能人がブログ書いて、はい、URL 貼ってあります、はい、
そこからじゃあクリックして買った商品がファンが気に食わなくて詐欺ですってなっても買ったの自分やんってのと一緒です、はい、アフィリエイト全く違うと思います。僕あの連鎖販売取引って特定負担があると思うんですよね。あ、だから連鎖販売取引じゃない。じゃあ待ってください。ノバーフィートじゃあ分かりました。ノバーフィートはあの特定負担があるじゃないですか。例えば初期限度23万これ特定負担、はい、で特定利益ってのもあるじゃないですか。この会員になれば、何人紹介したら利益もある。これは特定利益なんですよ。であとはサービスの受託販売、再販っていうのは実際あるじゃないですか。オンラインカジノを再販してるじゃないですか。会員が、それは違いますね。僕らやってるのがアフィリエイトで、はいはい、広めてるものがただオンラインカジノってだけです。実際に今日みたいに勧誘して会員にさせようとしてるんです。それが特定の益務を与えてるじゃないですか。させようとはしてないですよ。興味あるってなって、はいはい、話聞いて、はい、自分で納得した人が始めてて、はい、納得してない人は始めてないよってだけです。あの勧誘しないとお金稼げないから勧誘してるってことですよ。仕事としてやってるのか勧誘というよりかは、別にやりたくない人を無理やりさせてるっていう認識なのかどうかわかんないんですけど、はい、やりたいって人とか何か変えたいって人がいたら、はい、話聞いて、じゃあやりたかったらやればいいし、はい、やりたくなかったら全然帰っていいですよって中で、はい、やりたいって言ってる人が自ら登録してるだけで、はい、別に無理やりさせてるとかすることないんです。いや実際あるんですよ。僕 YouTube やって、まあ見ての通りなんですけど YouTube やってるんですね、はい、で YouTube も TikTok でも結構そういう宣伝してて、そのノバーフィリートも前回その動画出しましたよ。その時めちゃくちゃ言いましたよ。被害者の子に無理やり悪夢連れて帰りましたとか言ったこと全然違ってるとか言われましたし、で不倫期間多分14日間と言うんですけど、その14日間で返金できないようなあの方に誘導してくる。基本的に不倫期間20日間ですよね。20日間法律で決まってるんですよ。日本の会社じゃないですか、はいはい、それは違うから。あとアフィリエイトっていうもの自体には法輪ゴケってそもそもつけなくていいんですよ、はいはいはい、アフィリエイトの視点で見たらつけなくていいんですか。視点でっていうか、だからアフィリエイトをやってるからつけなくていいところを一応2週間の一応つけてるような、はい、まあ無邪気に言えば逆につけてあげてるってぐらいの認識だと、はい、つけてあげてるって感じですか。ただ会社として日本でやってないんですよ。キップロスやってるね。キップロスに法人置いてるっていう話なんですけど、日本で活動、営業活動してる上で、優先されるのは日本の法律ってことですか。いや、それは分かんないですけど、はい、まあ、一会員ですもんね、うん、なんで、今回の録音とか警察に提出したり、はいはいはい、大丈夫だと思う。ノバアフィリエイト名前変えてるじゃないですか。いや、会社が変わってるだけです。名前変えてるわけじゃないですか。名前じゃないです、会社が変わってる。なんで変えたんですか。いや、それは分かんないですけど、だからダイエーホークスって今ソフトバンクホークスじゃないですか、はいはい、それと一緒です。洗脳的にはそういう風に言えって言われてるんですか。いや、すごいですね。あくまでも、じゃあ結論としてアフィリエイトやってる。うん、そうです。なるほど。じゃあ連鎖販売取引にかからない、日本のことは一切しないってこと、はい、してないですね。いろんなことわざと僕もやりたいと思います。あ、わかりました。じゃあこれちょっと今日は提出して、はい、あとちょっと操作してみます。はい、すいません、親切な会話で。あ、全然、はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、新宿警察署に行ってきました。新宿警察署で一応情報提供と録音提出して捜査進めてもらうようにお願いしました。録音とか全部見てもらったら、そのどんなことが違法してるのかとかも分かってくれると思うんで、新宿警察署に任せたいと思います。で、他の被害者の方も新宿で勧誘を受けた人は新宿警察署に情報提供の方でお願いします。被害を受けた方、勧誘された方っていうのは1年ぐらい過ぎてても被害届を出してください。はい、その一つ一つの情報でですね、警察も動きやすくなるようになるので、お願いします。結局警察沙汰にはならなかったんですけど、まあ、そこが目的じゃないので、まあ、長期的に見て相手の組織が潰れるような動画を出せればいいと思ってるんで、その目的が達成されるまでですね、応援の方お願いします。次回はまた別のマルチ商法の突撃動画出すんで、それまでお楽しみにしておいてください。グッバイ。チャンネル登録よろしくね。